皆様こんにちは。本日は専属デジタルミュージック&アーツプロジェクト2022にご来場いただきまして誠にありがとうございます。私は音楽音響デザインコースの運営を担当しております森と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、このデジタルアーツ、略称でデジタルアーツというふうに呼んでいる講演なんですが、毎年ですね10月に開催しているイベントで、この特徴としましてはテクノロジーを用いた音楽とそれから視覚表現ですね、こちらをテーマに学生の作品を披露させていただいております。で、今年はですね8組の学生の作品を発表させていただくことになっております。内容としましてはまずモーションキャプチャーですね、昨年度に引き続いての演出というふうになりますが、こちらを用いた作品、そしてメディア系のプログラミング作品ということで、こちらにですねスクリーンがありますが映像と音とですねこちらをプログラミングで作ったような作品、それから皆様の客席を囲むように今6チャンネルのスピーカーがあります、マルチチャンネルを用いた作品、それから DJ パフォーマンスや、あと目玉としましたダンスコースとのコラボレーション作品がございます。こちらの盛りだくさんの内容となっておりますので、学生たちの日頃の成果をぜひお楽しみください。そしてステージ転換時には私の方で学生たちにインタビューをですねしたいと思いますので、そちらもぜひ合わせてお楽しみいただければと思います。そして今年度もですねコロナ感染の影響がございますので、今ご来場いただいている皆様は大学の関係者のみということになっておりますので、多くの皆様には今配信の方でご覧いただいております。配信でご覧いただいている皆様もどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速最初のパフォーマンスを披露させていただきます。渡瀬のボカロ劇団の皆さんです。お楽しみください。
そうして女の子はフラを探しに行くのでした。
信じていること見ているもの全てが嘘だった地で行くこと感じるものは違っていたけれどこれでも私は信じる私はくるくる回るそれは世界の秘密
宿題とかなんか熱くに置いといて、スタッフが出発してから考える日。
じなんだんだ分かってない。大人になんてなりたくなかったのに勝手になってた。気づいたらなっていた、息づいたら待っていた、見抜いたら勝っていた、めんどいな。ああ yeah, yeah, 君といたい、君の何も気持ちすらも真面目に知らない。や日々の実態、君のりない一期一会、何もいかい。I'm a boss だ、ちっちゃい頃から夢見たボスだ。足元にも及ばないと思ってた、だけど気づけばもうそこにボスだ。 Yeah ボスだ、 I'm a boss だ。歓声浴びる俺まるでボスだ。レッド壁と歩く夢見てた、でも気づけばもうそこにボスだ。 Yeah ボスだ、頭からつま先までボスだ。立ち姿では火世界のスーパースター、乗るのはもちろん世界中のスーパーカー。頭はモフモフまるで中和か。 Yeah, that's new shit て稼いでく money、 フォロワーも増えていくよいつの間に。俺ばかで埋め尽くされてく街、プライベートはお断りだパパラチ。 I'm a boss だ、ちっちゃい頃から夢見たボスだ。足元にも及ばないと思ってた、だけど気づけばもうそこにボスだ。 Yeah, ボスだ、 I'm a boss だ。歓声浴びる俺まるでボスだ。レッド壁と歩く夢見てた、でも気づけばもうそこにボスだ。 Yeah ボスだ、 I'm better than Michael Jackson and Joplin。 プライベートジェットで移動するなどが特に、誰の手も届かなくラジオクに勝てるならぜひ聞かせてくれ僕に。 Yeah 上がってくバイス求められない、そんなもんじゃ例に勝てるわけがなくない。バイバーサイコパーティー隣にはハニー、二人で行くよ会員制の高級バニー。 I'm a ボスだ、ちっちゃい頃から夢見たボスだ。足元にも及ばないと思ってた、だけど気づけばもうそこにボスだ。 Yeah ボスだ、 I'm a ボスだ。歓声浴びる俺まるでボスだ。レッド壁と歩く夢見てた、でも気づけばもうそこにボスだ。 Yeah ボスだ。ダンスコースの皆さんです。
ちゃい頃から夢見た僕さ、足元にも及ばないと思ってた。だけど気づけばもうそこに僕さ、消え僕さ、あんま僕さ、完成浴びる俺まるで僕さ、レッド壁と歩く夢見てた。でも気づけばもうそこに僕さ、消え僕さ。
引き返せはしないから、
改めまして3 Eyes です。よろしくお願いします。次の曲は皆さんに、お願いしたいことがありまして、手拍子を、協力していただきたいと思います。ちょっと真似してみてください。ありがとうございます。それでは、次の曲に行きたいと思います。ブルーペッパー。神様は神様のような曲だった。クラッとぐらついた脳に染みついたあの頃を追ってった。結果はプライドの持ち腐れだった。結局感情は成仏しないし、報復も全部しないで終わり。凡庸な脳内はちっとも変わっちゃいなかった。忘れないで怪我さないで、自我と思ってすまないね。這い上がって成り下がって、嘲笑って狂ったフェノム。舞い上がって成り下がって、泥を飲んで吐き戻して。見捨てないで見捨てないで見捨てないで、最低だな。たとえ君が憧れだってさ、ジキルの耳が許さないから。あの時の感動の取り戻すためには思い出して祈ってね。神をすり抜ける衝動、神をすり抜ける感動、神をすり抜ける劣等。神様は人間だってさ、神をすり抜ける衝動、神をすり抜ける感動、神をすり抜ける劣等。あの人は人間だったな。
しない成仏しない成仏しない感情は成仏しない成仏しない成仏しない感情は成仏しない成仏しない成仏しない感情は成仏しない成仏するのならその程度感情は成仏しない。ありがとうございました。